次にお送りする曲は花は咲くです。この曲は2011年に発生した東日本大震災の被災地、被災者の復興を応援するために制作されたチャリティーソングです。作詞は宮城県出身の岩井俊二、作曲も宮城県出身の菅野陽子が手掛け、千正夫や西田敏行といった被災地にゆかりのある歌手やタレントら36人によって歌われています。復興への思いが込められたこの曲を本日は吹奏楽の演奏でお送りします。それでは花は咲くです。
花は咲く。